藤井光栄は、日本の編集者、昭和史研究家。北九州市立、松本清張記念館名誉館長、旧世大木。父は、詩人の大木圧を。編集者、文芸エッセイストの宮田マリエは、次妹、廃人の大木余りは、末妹。夫は、歴史家の藤井忠都市。小説家の松本清張の作家生活約40年の、 うちの約30年間を担当編集者として務め、昭和史発掘2.26事件イコール研究資料などの資料収集に奔走し、松本成長全集にも携わった。松本成長記念館設立後は館長及び名誉館長として、成長に関する講演、企画展などでも大きな働きを見せている。東京府出身。 東京都立三田高等学校を経て、早稲田大学文学部史学科で、大正デモクラシーなどの近代史を専攻する。近代史を専攻した理由には、小学校時代に終戦を迎えたことから、当時の事情を再び考えたいとの思いがあったという。1958年に早稲田を卒業後、翌1959年に文芸春秋新社に入社し、大江健三郎、海光剣、 遠藤修作、吉行淳之介といった純文学系の作家を中心に担当する。その一方では昭和史特に2.26事件の研究に打ち込む。1963年に週刊文春編集部に移動同誌にシリーズ別冊黒い画集を連載していた松本清張の担当編集者となる。日本史研究の経験を見込まれたわけではなく、 前任の女性担当者が婦人科に入院し、引き継ぎをしようにも、男性では病棟へ行きにくいから、というのが理由だったという。1964年から7年間、同志連載、昭和史発掘の先行取材に取り組む。1971年に刊行開始された、松本清張全集編集作業のため、出版局へ移動、後文芸春秋編集委員。 1992年の成長の死去にあたっては、現代史の未解決テーマを追いかけておいて、との遺言を託された。北九州市立松本成長記念館、成長の没後、福岡県北九州市に松本成長記念館誘致の動きが起こり、文芸春秋公認の元北九州市の誘致委員会に参加。1995年に文芸春秋を退社。 1998年に北九州市立松本成長記念館館長に就任。2016年3月31日付で同館館長を退任し、同年4月1日からは同館の名誉館長を務めている。2002年には成長没後10年を記念しての企画の一環で著書松本成長の残像が刊行された。当初は 作家論や作品論を書く気がなかったものの、文芸春秋のかつての同僚から勧められた上、記念館の館長として、成長についての質問を受けることも、私生活においては、夫の藤田忠氏は、大学の歴史学研究会の先輩であり、成長の担当となる直前に結婚した。新婚生活から昭和史発掘の連載終了まで約7年間は、 自宅で食事をした記憶がないが、夫からはテーマへの理解もあり、文句を言われたことがないという。子供がいなかったこともあるけど、長く仕事を続けられたのは、夫の貢献が最大かもしれないと自身は語っている。成長担当の編集者としての評価においては、成長の昭和史研究の代表作である、昭和史発掘における活躍がよく挙げられる。同作連載時には、成長は、 他の連載も抱えていたため、藤井にあなたの能力でさばいてくれと具体的なテーマすら提示せず、藤井は取材や資料収集に単身奔走した。この活躍ぶりは単なる担当編集者の五感を遥かに超えている、こんな編集者に恵まれた成長の幸せを痛感せずにいられないとの声もある。この連載をもとに刊行された昭和史発掘資料編全参巻では、 共著者の一人に名前を連ねている。早稲田大で日本近現代史を専攻し、得意分野だったことから、昭和史発掘執筆時は、成長史からの注文を待たずに素早く関連資料を用意することで、成長を大いに喜ばせた。また連載時に成長との間で口論になったこともあり、藤井は一度は担当の交番を覚悟した。 しかし翌朝に成長の妻からの電話を受けて、成長宅へ向かったところ、全18枚のうちの半分以上である11枚もの原稿用紙が書き直されていたという逸話もある。昭和史発掘のような長期のノンフィクション連載においては、攻撃的な読者が現れることが多いと言って、連載開始時には成長から、ありがとう。刺したるトラブルもなく、 事件もなくてよかったねと例の言葉をかけられた。しかし実際には政長も知らないところで抗議の電話に応対し、説明に追われていた。また、右翼の大物のもとに呼び出されたこともあり、震えながらも懸命に説明したところ、相手は理解を示し、今度はぜひ遊びによれと言われたという。聖長と藤井の共変による2.26事件、イコール研究資料第三巻のうち、 1> 第一巻のみは初版に藤井の名がないが、冒頭の判例には、資料の収集は藤井光栄が担当したとある。さらに、同書の後書には以下のようにある。私の要求を満たすために、当時私の係であった文芸春秋社員藤井光栄氏は文字通り、東本清掃して、その創作に当たった。構成に当たっては、 まず肉筆出記の判字がたい文字の解読から始め、その性格を期すために膨大な関係資料にいちいち当たった。その労力と学術的な良心には心から敬服する。本館は私の監修とはいえ、事実上、藤井公営皇帝、編著である。松本政長、松本編1976、後書きより引用政長が、 この書の謝辞を述べることはほぼないことから、聖長が藤の調査力、取材に全面的な信頼を寄せていたことがわかるとの評価もある。この2.26事件イコール研究資料の裏方としての藤井の役割を評価する声は、聖長本人以外からも上がっている。同書の執筆当時は、藤井は資料収集、取材を一手に受け持ち、その分析、解釈をめぐり、 生長との討論が深夜まで及ぶことも頻繁にあったという。作家、評論家の大谷総一は、作家と編集者との関係を独舌に味に、編集者は水商売のホステスのようなものと言ったことがあるが、この言葉に対して編集者の岡崎光吉は夫人を、著名な作家である生長の担当を30年に渡って勤め上げた、稽古な女性編集者と評している。北九州市立。 松本清長記念館の設立時は、清長の邸宅の書斎がそのまま復元されている。藤井の尽力により、資料が山積みになった机の周囲や足。松本清長研究会の田中信和は、その復元に対する藤井の総意と努力も大変なものであったと評価している。ジャーナリストの長井義一は、長年にわたって、清長のそばにいた藤井の 半端な文学館にはしたくないとの思いが伝わると語っている。ありがとうございます。